再現されただけの偽物。ああ、まさに本物としか思えへんな。なんちゅうか、空気の匂いまで同じって感じや。言ってたけど、教会の建物か何かなの？あ、教会が運営しとる福音施設。ま、修道院に近い孤児院みたいなもんや。そうなんだ。それじゃあ、ひょっとしてケビンさんって。あ、孤児っちゅうやつや。ま、いろいろあってここの世話になったんやけど、それにしてもここに帰ってくるんは。ケビン、いずれにせよ第七聖層への手がかりはここにあるはずや。まずは敷地の中を一通り調べてみることにしよう。食事などに使われていた。ま、テレサ先生のとこみたいにあったかい場所やなかったけど、ここの院長、めちゃめちゃ厳しい頭の固いばあちゃんのシスターでな、毎食毎食お祈りばっかさせて、言いつけ破ると小言と折檻やったで。はあ、ずいぶん堅苦しそうね。教会の孤児院なら確かにそのくらい厳しいのが当たり前かもしれないな。ケビンは自業自得、言いつけを破ってばかりで先生には苦労ばかりかけていた。ま、確かにそれは認めるわ。ここは厨房、年長組が料理をしてた場所や。リースがよくつまみ食いに忍び込んでた場所でもあるな。ケビン。そうだったんだ。リースさんが食いしん坊なのはなんとなく分かってたけど。意外な話を聞くものだ。もう皆さんまで。ま、それはそれとして、ここはルフィナ姉さんの縄張りでもあったかな。俺とリース、他のチビどもにあったかい飯を作ってくれて、姉さんが騎士になってからは俺とリースが引き継いだんやったか。
ん、懐かしいね。ケビンが勝手に出て行ってからは私一人でやってたけど、思い出したらなんだか腹が立ってきた。今すぐここで何か作ってご馳走してほしい気分。わかったわかった、機会があったら腕によりをかけて作ったるわ。ケビンの約束ほど当てにならないものはない。あんまり期待はしないで待ってることにする。いい。院長先生の部屋。ああ、そやリス、その後院長先生は。うん、あの時の怪我はもう大丈夫。でも引退してからはやっぱり元気がなくって、ケビンにすごく会いたがってたよ。そっか。ここは子供部屋、チビたちが寝てた場所や。俺も引き取られた直後はここに寝かされてたっけな。うん、でもケビン他の子に全然懐かなくて、姉様なんとかなじませようとすごく苦労してたよ。そうやったな、ほんま。あの頃の俺はハリネズミみたいで可愛くないクソガキやった。お前が平気で近寄ってきたのが不思議なくらいやったで。トゲトゲしてるのは強がりだって分かったもの。最初姉様がチョコレートを食べさせた時なんて。ストップ、その先は禁足事項や。なんか気になるわね。ここは男子の部屋。俺も10歳くらいからはこっちに移ってたな。原則的に男子と女子はお互い立ち入り禁止やったけど、お前平気で入ってきたよな。あれはケビンのせい。掃除当番の朝も平気で寝坊してるから。そんな扉叩いて声をかければ済むことやんか。それだと他の子まで起こしてしまうもの。やっぱりケビンのせいだと思う。へいへい。こっちは女子の部屋やな。ルフィナ姉さんがずっと寝起きしてた場所か。私は時々姉様と一緒に寝てたかな。姉様のベッド、あったかくてとってもいい匂いがして。姉様がここを出てからは私が使わせてもらってたし。羨ましい？せやな、あの頃は確かにちょいと羨ましかったわ。なんだ、もっと焦ると思ったのに素直すぎてつまらない。あのな、この扉は通用口で内鍵しかついていないんです。礼拝堂に入るんやったら
正面の扉からしかなさそうや。ここは飲み水を汲ん、今時動力ポンプもなくて縄付きの桶で汲んでたからめっちゃ大変やったで。うん、冬の朝は手がかじかんで真っ赤になったし、でも今にして思うと結構楽しかったかも。確かに。やっぱりな。鍵かかってな。まあいい、他も調べてみよう。何もなかったね。あるとしたらやっぱり礼拝堂。ケビン、なあリス、あの日礼拝堂の当番は、このシオンの家最後の日、ルフィナ姉さんが死んだ。ケビンさん。うん、俺あの事件の後院長先生を見舞った時にそう聞いたんやけど、どうや、合ってるか。うん、その通りだけど。そっか、ならリス、ふと礼拝堂の鍵入ってるはずやで。え、あ、嘘。なるほどな。想念が現実となる世界、その法則が働いたわけか。ま、俺もさすがに自信はなかったけど、今までの領域は全て必然のあるものが選ばれてた。その意味ではリス、お前がここに。そう、まだ信じられないけど、これは確かに礼拝堂の鍵。とにかく使って中に入ってみましょう。リズ、一つ言っておく。その扉を開いたらもう後戻りはできん。
あの日起こった真実をお前は全て知ることになる。その覚悟はあるか？全ての基本なり。正しき道を歩むのも、すなわち職あれば。ここに記憶のかけらと祝福を与える。出るって言うからちょっと楽しみにしてたけど。まさかこんな霧だらけの谷の山小屋なんぞに連れてこられるとはな。俺らってよく考えるとルーアンを出るの初めてじゃん。いきなしこんな秘境に来るなんてね。まあと言ってもあくまで試験が目的だ。期待する方が筋違いってもんか。お、リンってば大人じゃん。ちゃんと分かってんじゃねえか。
くさえずるからカツでも入れてやろうかと思ったが、とりあえずおしゃべりはそのくらいにしておくんだな。さてと、これからいよいよ遊撃士の資格をかけた最終試験に挑んでもらうぜ。これをクリアすれば晴れて準遊撃士になれるわけだが、まずはそうだな。今日まで脱落しなかったことを一応褒めておいてやる。気持ち悪いな。てめえら一体俺を何だと思ってやがる。とにかくさっさと試験の内容を説明。こっちは早く体を動かしたくてうずうずしてんだ。相変わらず口の減らねえ野郎だぜ。早速説明するぞ。試験の内容は単純明快。魔獣が徘徊する洞窟の突破だ。洞窟？また移動するんすか？心配すんな。場所ならそう遠くない。とにかくお前らにはその洞窟の中に入って一番奥まで進んでもらう。特に時間制限はねえが、奥で俺が待っといてやるから、せいぜい早くたどり着きやがれ。説明は以上だ。洞窟の突破か。要は魔獣を蹴散らしながら先に進めってことだよな。シンプルだし、まさに俺ら向きって感じ。退屈はしなさそうだ。質問はないみてえだな。じゃあ、メムラのさん、サポートはよろしく頼んだぜ。そいつはいいが、本当に行かせて大丈夫なのか。まあ任せてくれよ、おっさん。それじゃ早速試験会場まで。ここがお待ちかね、最終試験の会場だ。こんなところに洞窟が。へえ、俺たちここに入るのね。子供騙しだな。試験内容はさっき言った通りだ。一足先に奥で待っててやるから、せいぜい気合。俺はお前らのサポートを担当させてもらう。簡単な休憩と食事の世話をしてやるから、危なくなったら引き返してこい。危なくなったらか。
それじゃあいっちょやって。へえ、思ったより広いところじゃん。確かにこれなら足場には困りそうにないな。洞窟の突破なんてのはどうせお遊びってこったら、所詮あの野郎の考えることだ。奥に着いたらきっと問答無用で戦いを仕掛けてくるだろうしな。やっぱロッコもそう。まあこれまでの訓練を考えると、そう考える訓練の時だって最後は。さて今の俺たちがどこまで兄貴に。俺たちかなり強くなったし、とにかく日頃の恨みを晴らすチャンスには違いねえ。さっさと行って。おう、オッケー。はったりだろ。弱いやつほど見た目でごまかしたがるもんだからな。そういうもんか。てかそれじゃあまるで俺たちみたい。気づかれた。上等だ。返り討ちにしてやるぜ。魔獣の方が強すぎるんだ。これじゃあ聞いてた話とあまりに違いすぎるぜ。兄貴ってば、なんでこんな場所を選んだのよ。今の魔獣やっぱり強かったじゃねえか。
今ので強い笑わせるんじゃねえ。な、強がってんじゃねえぞ。お前だって苦戦してただろ。お前らピーピーうるせえんだよ。とにかく俺たちは前に進むしかねえんだ。ほら、あ、ちょっと待てよ。ロッコちゃん、最初のやつよりはマシだが、俺たちが知ってるやつより、どうやらここの魔獣って一律に相当強いみたいね。なんでこんな雑魚相手に苦戦しなきゃなんねえんだ。くそ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 、ロッコ落ち着けって。それでも休み休み行きゃなんとかなりそうじゃねえか。休み休みだと？雑魚相手にこんなんじゃいつまで経ってもあの野郎に追いつけねえだろうが。そんなの知るかよ。次だ、次こそあっさり決めてやる。おいロッコ、ありゃ完全に頭に血が上っちまってるな。てか、こいつ見た目は大したことなさそうじゃん。油断してると痛い目に遭うぞ。相手の出方を伺って戦おうぜ。
なんとか倒せたな。ああ、ちょっとしんどいが、この調子でやっていけば。ちっ、俺が三人いりゃな。はあ？なんだって？ああ、聞こえたか？言った通りだ。俺が三人いりゃ、もっと楽に倒せてたんだ。はあ？何言ってんの？とにかく今はこの三人で行くしかないんだ。文句を言うなら心の中だけにしといてくれ。せいぜい足を引っ張るな。なんだWe'll be right back.
あれなんだ、あんなところに凍った岩があるぞ。ただの石にも見えるが一体なんだろうな。バカ、あんま得体の知れないものに近づくな。うお、こいつ動いてやがる。遅かったみたいだな。銃だったなんてな。こらレイス、たまげたじゃねえだろ。足を引っ張るなってさっき言ったばかりだろうが。ビビってばっかで腰が引けた。お前らと一緒だと日が暮れちまう。これじゃあ俺一人で進んだ方が早いかもしれねえな。そこまで言った。な、聞こえなかった。そこまで言うなら一人で行けって言ったんだ。てめえ一人の方がマシな戦いができるんだろ。俺たちがいると足手まといで邪魔なんだろ。何、そもそもこの試験にしたって受けるって言い出したのはお前だ。こっちは付き合わされて本当はいい迷惑なんだよ。レイス、行こうぜ。まあ確かに足手まといって言われてまで一緒に行く義理はねえかもな。それがお前らの出した上等だ。勝手にしやがれ。こんな風に突っ張ってめんどくさいと思わねえのかね。
たばっちまえばいいんだ。引き返す。このやつ大丈夫かね。いくらなんでもここを一人はきついっしょ。ほっとけよ。一人がいいって言ったのはあいつの方じゃねえか。新手か。気持ち悪い。あいつ、こんなのがうろついてる中をたった一人で。なあ、デン。こいつは意地とか張ってる場合じゃないかもよ。なあレイス、ロッコって弱音を吐いたことってあったか。ああ、そういや聞いたことねえな。そうなんだよ、あいつ強がりは言うが俺らみたいに弱音は吐かねえんだ。なんだかんだでいつも俺らの背中を押すのってあいつなんだよな。確かにそう言われりゃそうね。あいつがいなかったら俺たちそもそも遊撃士なんか目指しちゃいねえしな。しゃあない。ムカつくやつだが急いで追いかけてやるか。おや、
で、あそこにいるのって、この野郎、くそ、動けねえ、ちくしょう、ここでくたばっちまうのか。ロッコ、まずい、どうやら凍結状態に落ち、レイス、対応。動けるぞ。みっともね。遅れてすまねえな。お前ら一体何しに来た。何って、助けに来たに決まってんじゃん。話は後だ、一緒に反撃するぜ。しゃあねえ。
なんとか間に合ってよかったぜ。まったくロッコちゃんも無茶するね。っていうかお前ら、なんでわざわざ追ってきた。お前らが来なくたって俺は一人でも。バカ野郎の、いつまでも意地ばっか張ってんじゃねえよ。強がりばっかり、お前だって本当いや、俺が怒るのも筋違いか。すまん、一人で行けたなんて。さっきはああ言ったが、俺たちが遊撃士を目指すのは、なんせあの地獄の特訓を乗り越えたんだ。本気じゃないわけがねえからな。そうだぜロッコちゃん、俺たちだってマジなのよ。アガットの兄貴に追いつかなきゃって焦る気持ちもわかるがよ、せっかくこうして3人いるんだ。もう少し俺らのことを頼ってくれてもいいんじゃねえか。ったく、ここまで言われてざまあねえな。俺だってバカじゃねえ、自分の実力はわかってる。ディン、お前の言う通り、俺は焦ってたのかもしれねえ。ロックをめったくそにやられて、自分の不甲斐なさを嫌ってほど思い知ったぜ。ここを突破するには、やっぱお前、すまねえ。また仲間に入れてもらっていいかよ。バカ野郎、そんなのいいに決まってんじゃねえか。てめえら二人して臭いんだっての。ここらで仲直りのキッスでも交わしとくか。うるせえ。っていうかレイス、あの時のあれはねえだろ。凍結状態にはキュリアの薬か解凍回路って相場が決まってんだ。まったく、俺を殺す気か。まあ終わりよければ全てよしっしょ。たがま、何にせよありがとうよ。ロッコちゃん、もしかして俺と。OK、 一生言ってろ。冗談だって。それじゃそろそろ先に進むとするか。おや、また一段と広い空間に出たな。なんかいかにもって場所じゃん。ここが洞窟の一点でもまだ他に。よくやったな、ここが目的の場所だ。あ？え？ち、後ろか。よう、ここまでの過程は全部見させてもらったぜ。まさか途中でばらけちまうとは思わなかったけどな。それは兄貴がこんな場所を選ぶからだろう。もっと簡単な場所だったらあんなことにはならなかったさ。だからこそこの場所を選んだんじゃないか。困難な状況に陥った時、てめえらがどういう行動に出るか
それを見るのが目的だったからな。へえ、そうだったのね。勝手なことを言ってくる。お前らの戦闘に関する腕前は認めてやる。それこそすでに波の準遊撃士以上だろうな。俺たちが波の準遊撃士以上、あくまで戦闘の実力はだが、遊撃士の仕事ってのはそれだけじゃ務まらねえ。その意味で今回はいいものを見せてもらったぜ。くだらねえことを考えやがるぜ。だがまだまだ判断材料が足りねえ。てめえらが本当に遊撃士としてやってけるかどうか。最後はこの銃剣に聞いてやる。はあ、やっぱり最後はこうなのね。まあ予想通りってことで。ああ、俺らの全てを叩きつけてやろうぜ。それじゃあ、you
ついに兄貴を。マジで。なるほど、ここまでやるようになったか。って、あれは？あっさりなのね。そんなにがっかりすることはね、この俺に膝をつかせたんだ。もっと自信持っていいぜ。とまあ、これで今のお前らの実力は分かった。早速この場で試験の総括をしてやる。総括？試験の結果ってやつ？いよいよか。まずはディン。お、俺から？てめえはなかなか判断力に長けてるようだ。だがいまいち臆病というか慎重になりすぎる感があるな。次にレイス。うっす。てめえはどうやら直感力に優れるようだ。だが軽率とも取れる行動が少々目に余るな。最後にロッコ。てめえの負けん気の強さとその行動力は認めるが、まだまだ冷静な判断が足りねえ。そんなんじゃいくつ命があっても足りねえだろう。はっきり言っててめえらはまだまだ半人前だ。正直なところ見ていて危なっかしいぜ。悔しいが、もっともって感じか。出直しか。とここまでがお前ら個人に対する評価だが、てめえら三人が集まった場合は違う評価になる。え？は？なんだと？最後の魔獣との戦い、あれを見てやっと安心したぜ。まあ、三人集まって協力すりゃなんとか一人前ってとこか。というわけで条件付きで合格にしてやる。合格で、でも条件って。ああ、お前らには常に三人一緒に仕事をしてもらう。そうだな、少なくとも声優劇師になるまではな。ジャンにもそのように仕事を回すよう手配しておく。三人でし、ああ、三人で経験を積んで、とにかく心構えを磨け。そうすりゃいつか単独でも行動できるようになる。なるほどな。ちょっと情けない気もするが。まあ不合格よかマシでしょ。まあせいぜい精進しやがれ。さてと、お前らの獲物はスタンロッドだったが、合格祝いだ。これからボスの武具屋で新しいの買ってやるよ。合格祝い？あ、兄貴が。気持ち悪いな。だからてめえら俺を何だと思ってやがる。血も涙もない鬼や悪魔じゃねえんだぜ。よく言うぜ。でも確かにあの嬢ちゃんには優しいよな。
ティータちゃんって言ったっけ？ああ。おい、レイセン、そいつは吸血。そうでした。お前らの望みは上がった。ちょっとでも甘い顔を見せた俺がバカだったぞ。言わんこっちゃねえ。これから洞窟の出口までマラソンだ。ちょっとでも遅れやがったらこの銃剣でぶった切るからな。おいロッコ、持久力じゃお前が一番だ。兄貴に追いつかれないよう先導は頼んだぞ。言われなくてもそのつもりだ。最後はやっぱりこうなるのね。おい、さっさと行けやれ。闇を照らすは七曜の輝き、その光は迷えるとき正しきを示す道しるべとなろう。七曜の光、闇を照らすは七曜の輝き、その光は迷えるとき正しきを示す道しるべとなろう。七曜の光、七曜の輝き、その光は迷えるとき正しきを示す道しるべとなろう。
やれやれ、この程度か。汝、琥珀の光をたたえし少年、決意を固めし姫。琥珀の光をたたえし少年、決意を。ここに記憶のかけらと祝福を。リベール通信特別号、浮遊都市崩壊、王国の危機は去る、空前。開いていくぞ。待ってください、ライアル先輩。もたもたすんな、祝賀会が始まっちまうだろうが。異変収束を祝ってアリシア女王が主催する特別なパーティーだぞ。こいつにだけは遅れるわけにはいかねえんだ。もう私お腹ペコペコで一歩も歩けません。お前まさか
ーティーでごちそうを食うつもりで昼飯抜いたとかじゃねえだろうな。お昼どころか昨日から食べてませんよ。断食も30時間を超えると、ああこんなにめまいが。ドロシーてめえ何考えてんだ。なんやる先輩、おぶってってくださいよ。知るか、今日は王国中の有名人が集まってんだ。シャキッとしやがれ。まずは女王陛下とクローディア殿下の一枚を押さえて。あれ意外と楽ちんかも。そして一時はこの王都も危機に見舞われることもありましたが、皆様のおかげで異変も収束を見ることとなりました。ここにそれを祝し、ささやかな祝賀会を催したいと思います。それではクローディア、はい、本日のパーティーにはこの事件に尽力いただいた方々をお呼びさせていただきました。苦難にあえぐ人々に温かな手を差し伸べ、また多くの人々が不安に震える日々を、うちこのリベールの王太女として礼を言わせていただきます。本当にありがとうございました。本日はささやかなパーティーではありますが、ギリギリセーフ。やっとたどり着きました。ごちそうプリーズです。ドロシー何やってやがる。さっさとカメラを構えろ。スピーチが終わっちまうだろうが。そうだった。どうかごゆっくりお楽しみください。ここに集いし者は各々責任を背負い、日々多忙なものであろう。だが今宵ばかりは日頃の労を忘れ、骨を休めてほしい。珍味加工も用意してある。存分に堪能するとよいぞ。このリベールにエイドスの幸あれ。やっぱりクローゼはすごいわね。来てみんなの前で堂々とスピーチするんだもん。うん、この前会った時は自信がないって言ってたけど。王太女として立派にやっているみたいだ。私もあんなドレスが似合ったらいいんだけどな。何よその間は。いや、なんというかエステルもやっぱり女の子なんだなって改めて思っただけだよ。何よ。そりゃまあここのところ復興の手伝いで忙しくて家にも帰ってないけどさ、私だってたまには綺麗な服が着てみたくなるの。
はいはい。でもこの数週間でエステルも成長したよね。え？リベール中を駆け回る結構ハードな仕事だったと思うけど、遊撃士としてのエステルの判断もかなり信頼できるようになったし、正直僕の目から見ても頼もしく思えることがあるよ。なんだかヨシアに褒められるとくすぐったくなっちゃうわね。でもこの数日でようやく仕事も一段落したわね。王都の復興も順調みたいだし、ようやく落ち着いてきたよね。グランセル城のシェフたちが料理を切り分けてくれるみたいだね。これは見逃せないわね。生誕祭の時のご馳走はちゃんと味わえなかったし、これはご相伴に預かるしか。よしや、ちょっと待ってて、私様子を見てくるから。ああいうところは成長してないよな。あ、ヨシアじゃないか。エステルのやつはどうしたんだ？ええ、少し料理を取りに。ナイアルさんたちはお仕事みたいですね。ああ、これだけの顔ぶれが一堂に会してるんだからな。ここで話を聞かねえわけにはいかねえっつーの。もちろんお前さんたちにも後でみっちり取材させてもらうからな。勝手に帰るんじゃねえぞ。了解です。よし、次はいよいよクローディア姫の取材だ。ドロシー、もうダメ、倒れちゃいます。一段と気合入ってるな。まったく何やってるんだか。ちょうどいいかもしれないな。ここに集まっている人と今のうちに挨拶しておこう。だから。あ、ヨシアお兄ちゃん。よう、ヨシア、お前の方は挨拶回りか。ええ、まあ。お二人は。そのアガットさん、今度家にご飯を食べに来てくれる？いつ頃なのかなって。そういえばアルセイユを降りるときにお二人でそんな話をしてましたよね。その別れ際の挨拶みたいなもんだろう。遊撃者結構忙しいからな。
実際行けるかどうかなんざ分かんねえっつうの。ならなんとか。確か金曜あたりは空いてたはずだしな。本当ですか？おお、リベルアークから。ラッセル博士、そういえば崩壊したリベルアーク。おお、軍と基地。いやいや、こっち。うん、異変への対処。あ、おっしゃってください。よし、君たちの私の方。いえ、僕たちだ、シードちゃん。しかし君たちな。おお、クラウス。ああ、わし。いえ、ボートとつよ。はあ、あ、ちょ、いやはや、何がって、サブはこ、ヨシア様、え、チキケド、学園長、僕の方がパーティーにふさわしいよ。なんてったって本物のドレスを着て社交界。な、何よ、私だってドレスくらい着たことあるんだからね。猫かぶりの生意気僕っ子に言われたくないわね。な、なんだと。あ、あ、今日は。ああ、この2週間かと。もうご存知とは思いますが。うん、きっと似合うと思うんだ。後で試させて。ああ、ヨシュア君か。なんと素晴らしい。やはや、そしてここに。おお、え、初だ。ケビン、まだリベールにいらしたんで。なあ、ヤシア君もお呼ばれしとったんか。どう、楽しんだる？俺の経験上、こういうとこではたらふく食っとかな後悔するで。ケビンさん、ありがとうございました。もしケビンさんがリベールを訪れて。気にせんでええよ。俺のしたことなんて。見たとこ顔色もええし、後遺症も収まったみたいだ。オンとかそんなんは。え、ごめん。メリトさん、早くお料理持ってきてくださいよ。おう、よし。ジンさん、祝賀会か。そうです。フォーマルなや。
女王陛下、本日はヨシュア殿、あなたに会える。エステルさん、はい、ですが人は強いものですね。私リベールはこの国、今回この書、人の、ヨシュア殿、あなたの女王として、はい、ありがとうございます。あの女王の、私これは本日どうか。リシャールさん、ああ、陛下から正式な恩恵を聞いて、私はあなたは、お、しかし白さん、オリビーさん、ヨシュアか、どう、一緒に飲まない？共に甘美な杯を傾け、今宵はとことん付き合わせてもらうよ、君の瞳が揺れるまでね。遠慮しておきます。何よ、こんな時くらい付き合いなさいよね。あんたの声優劇師祝いもついでにやってあげようか。そういや、あんたの分だけまだだったわよね。あのシェラさん、そのルシオーラのことは。よしやったら、お姉さんの心配しちゃってるのよ。あんたが気をもむことじゃないわ。シェラ君の言う通りさ、みんなこの事件を通じ、だが力の限り精一杯ね。あんたは今に限らず浮かれ騒いでる気がするけど。でもまあ、そういうことね。それよりヨシュア、もう一人で勝手な行動を取るのはやめなさいよね。あんたのいない間のエステルと来たら、本当見てらんなかったんだから。はい、大丈夫です。そう。従順な顔もいいよ、ヨシア君。ヨシュアか。父さん、出席してたんだ。通信では忙しいからパスって言ってなかった？ああ、忙しいとも。ライフラインの確保に復興物資の輸送。この国が平穏を取り戻すまで、まだしばらくはかかるだろうからな。そういえば、エステルとあちこち回ったけど、地域住民の不安を解消するために、父さんらしい指示だと思ったよ。まあ、たまには気を抜くのも。ヨシュア、今日くらいは。父さんこそ。大体挨拶は済んだかな。話し込んでいる人もいたから、後でもう一度回った方がいいだろうけど。お、いたいた。どうし、次はグッ、オラ、急げ。先輩、なんだかお腹がタポタポしてきました。
気持ち悪いです。ガブ飲みばっかしてるからだろう。ほらもたもたすな。ヨシアさん、クローゼ、大変だったみたいだね。少しだけ応対者になってから取材を受けることが多くなってしまって。うん、このところあちこちの雑誌でクローゼの写真を見かけるから、そうじゃないかなって思ってたんだ。もう少ししたら取材も下火になると思う。それまでは大変だと思うけど。はい、私はもう決心しましたから、みんなを守るんだって。だからこんなことくらいでくじけるわけにはいきません。そうか、やっぱり君は強いな。そんなことないです。本当はいつも自信があるわけじゃないんです。なのにいつも無茶ばかりしてしまって。うん、初めて会った時も君はあの孤児院にいて、クローゼ、君の強さは本物だと思うよ。ありがとうございます。そういえばそんなこともありましたよね。今ならいいかな。クローゼ、少しお時間をいただけませんか。お話ししたいことがあるんです。うん、いいけど。こちらに。気のせいかな、何か起こっ…エステルはまだ…まだまだ。ほほ、ジョージャンのやつ、ここに来てペースを上げたぞ。兄貴、どっちの味方なのさ。まあいいか、盛り上がってるみたいだし。クローゼ、何か怒らせることでもしてしまったかな。あの、クローゼ、話って。あの、何か気に触ったのなら謝るけど。私、ヨシアさんのことが好きです。ごめん、君の気持ちは、そのいいんです、何も言わなくっても。ただ気持ちに区切りをつけたかっただけですから。綺麗な星空ですね。あの、君がいつから。ヨシアさん、もしヨシアさんがエステルさんとじゃなくて。うん、それはないと思うな。ごめん。それでいいんです。ヨシアさんを独占したいって気持ちも嘘じゃないんですけど、たとえそうなってもそれは私の求めているものじゃない。私はやっぱりエステルさんとヨシお二人のことが好きですから。だから最後にヨシアさんの困った顔が見てみたかったのかな。さっきのヨシアさんの顔、今までで一番素敵でした。クローゼも結構人が悪いよね。こんな
にはしゃいでしまったのは久しぶりです。それでヨシアさん、何を悩んでるんですか？そのくらいわかりますよ。私勘はいい方ですし、さっきも取材を受けている間もヨシアさんのことはずっと見てたんですから。さすがにそれは照れるんだけど。ヨシアさん、何か隠してますよね。また一人で何かしようとか考えてませんか？本当鋭いな。エステルも時々そうだけど。女の子ですから。さあ観念して白状してください。悩みっていうほどのことじゃないんだけどね。僕はそうだな。え？どうしてですか？平和になったからね。結社もリベールからは完全に手を引いたみたいだし、各地の復興も順調だ。だから旅に出ようと思うんだ。僕は今では自分のことをもう壊れた人形なんかじゃない。エステルが、みんながそう望んでくれたから。だけど人間になってしまうと今度は心が痛むんだ。僕はこれまでに目を覆いたくなるような罪をたくさん犯してきたから。だからその償いをするために、そして本当の意味で強くなるために、僕はこれから大陸各地を回ろうと思うんだ。そうだったんですか。でもそれではエステルさんとは。かなり長い間だから、エステルにどう伝えればいいのか迷ってて。ヨシアさんも相変わらずですよね。そんなの自分の言葉で伝えるしかないじゃないですか。エステルさんのことを信じているなら打ち明けてください。どんな言葉でもいいんです。自分の言葉で話をしてください。それが好きな女の子に対する男の子の義務でしょ。君の言う通りだ。本当に僕はこんな単純で当たり前のことも気づかないなんて。そこがヨシアさんのヨシアさんたるゆえんですから。そういうところも含めて好きでしたけど。だからからかわないでよ。大丈夫、エステルさんならきっと分かってくれますから。それにきっとエステルさんなら。ヨシア！あ、いたいた、ヨシア、ほらこれ。戦利品としてぶんどってやったわ。楽しんでいただけているようで何より。エステル、後でちゃんと返しときなよ。どうしよっかなって、クローゼ。私そろそろ戻りますね。エステルさん、ヨシアさんはお返しします。クローゼ、こんな時に何て言ったらいいのか。ありがとう。今夜この場所で本当によかった。どういたしまして。それでは
お二人とも良い夜を。さあヨシア、クローゼと何の話してたの？うん、ちょっとね、カツを入れられたのかな。そうなんだ。この5年間エステルは僕のことを信じてくれていた。僕もエステルのことを。カツ？エステル、君に聞いてほしいことがあるんだ。え？うん。何？うん。はあ？あのね、エステル。
Yeah!